村のパノラマバリカは、フランス、コルス地方公共団体、オートイコールコルス県のコミューン。バリカは、ピオジョラ、モーゾレオ、オルミカッペラと共に構成するジュサニ地方の一部である。この4つのコミューンすべてが、コルス地域圏自然公園の一部である。14世紀初頭、バリカは、ジュサニのピエーブの一部であった。バリカは、島の南西に、山を覆う。 三つの岩群で構成される、コルシカ西部結晶岩とも呼ばれる古いヘルシニア、作り山運動時代の地形に属する。村は、パルタジーヌ川谷にあり、標高は平均800メートルあって、モンテパドロ山に面し、他の村からは隠れている。バリカに通じる道路は、ジュサニ日方の三つのコミューンに伸びる、県道963号線である。観光センターである。 鉄道駅や港、空港といったインフラから遠く、バリカには公共交通機関がない。最寄りの鉄道駅は19キロメートル離れたパラス海域である。中世の集合住宅は、樹砂に地方の他の村と同じく、南側を向いて建てられている。荒廃して廃墟となった住居は数多く、地元の石や基礎構造、建具のない外口部が剥き出しになっている。 一部の住居のファサードには建設された都市が刻まれている。その他は改装済みである。バリカに仕事はない。自治体は近年改装された村の集合住宅を管理している。村の中心部にある古いパンガマはわずか40人ほどの住民が暮らすコミューン最後の社会的な集合場所である。この世の他の場所から切り離された標高の高い自然の王国は バラーニュ地方において最も人口の多い場所だった。バリカには今もタルタジーヌ川に架か,かるローマ時代の橋を含め古いローマ時代の占領の痕跡が残っている。ジュサニ地方は外からの侵入があれば、松明で互いに行進する砂上の監視塔によって保護されていた。監視塔の一つがバリカにあった。監視塔は村の東側にあるラシマの古いトであり、 痕跡のみが残る。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。